え皆さんこんにちはこんばんは二千二十年合格目標、えー、中小企業診断士、えー、講座のガイダンス講義を行いたいと思います私レクセンリン講師金城と申しますどうぞよろしくお願いいたしますというわけで今画面の前でこちらの動画をご覧の皆さん、えー、中小企業診断士の資格を取りたいなとか欲しいなとかもしくはこう何かないかなと探している方まあいろいろだと思います でご自身に合った、まあ、講座とかをね、えー、取るというのはもちろん大事なことだと思うんですけれども、まあ、私自身もですね、えー、実際にこの資格の勉強をするにあたっていろんなこの受験校のカリキュラムを検討したりとかですね、えー、悩んだりしました。で一番大事なののは結局この合格までの そのまあ、努力は当然しなければいけないんですけれどもいかに最短距離で,で最小の努力で合格できるかとか時間かければ誰でも合格できます診断士はね診断士の試験はしっかりと時間さえかけることができれば少なくとも一次試験は合格することができますマークシートですのでね。はい、ただだ一次試験を受かるだけでは 診断士になれませんので結局は最終的に二次試験筆記試験験筆記に合格しななけければいけないとですからただ単に一次試験のこう前面に押し出したカリキュラムとかね、えー、そういったものだけじゃなく二次までしっかり視野に入れて講座を選ぶ必要がありますしでまたあのとにかくこうすごいテキストの量が多いとかねあのそれはそれだけ全部こなせれば点数高くなるけど。 まあ一般的にその社会人の受験生が多いですからですから仕事をしながらやはり勉強時間を捻出する方々にとってじゃあ果たしてそんなボリュームのテキストが本当にいいのかどうかとかねまあそれはそれぞれ皆さんが置かれた状況によって変わってきます。ですので今回私どもレックがですね皆さんにご紹介するご提案するこちらのですね 講座なんですけれども、もまあ、ビジネスパーソンに役立つ知識を無理なく習得とまあ、このパンフレットに沿いながらまあ、大きく5点、5つのポイントについて皆さんにお伝えしていきたいなと思っております。まず全体概要についてなんですがこちらのまあパンフレットですね。ちょっと開いてはいご説明していきたいなと思います。でざっくりですね。まあ、このコースのご説明。した 説明をした後に5つの特徴についてこのパンフに沿いながらご説明していきたいと思うんですがあのもう断然おすすめというのはこちらの1次2次プレミアム1年合格コースともうこれはもうワンストップですねこちらにのっとってこのカリキュラム通りにやっていただければもう二次試験までそのままストーンといっていただけるようなカリキュラム、まあ、全115回というねカリキュラムになってます。で <laughs> もうざっとレ,レックのこのカリキュラム通りやっていただければ最終的に2020年の2次試験合格までいけますよってもう一歩道って感じですかね。で注目してほしいのは、まあ、後ほどあの申し上げますけれどもこの上の段がですね1次のカリキュラムの話下の段が2次試験対策2次試験のカリキュラムの話なんです。でこの二次試験が始まるタイミング っていうのがこの2020年の1月ですね。もう年明け来年年明けのタイミングですぐに二次が始まるっていうのはこれはもう業界最速の部類に属するカリキュラムになってます。もうそれだけ先ほど申し上げたように二次試験に通らなければやはりこう診断士になれないので、だからいち早く二次試験に触れることで、えー、合格を確実なものにしていくと。 いうののがこの大きな特徴でもありますで、それを支えるでさまざまなテキストや学習法など5つのポイントについてこの後ご説明していきたいと思います。でまずですねこちらの一次のところを見ていただくとベーシックということで最初にですね基本的なこの7科目のインプット講義あるわけですよね。だから頭に入れていただくと。 そこで使うテキストのご紹介をしていいいきたいと思いますで、えー、当然科目ごとにインプットとアウトプットがまあセットになっているとインプットした内容を実際にアウトプット試験を解いてもらってという形のセットになってますがこのインプットのところですねインプットのところで使うテキストがこちらフォーカステキストということでその,、まあ、その名の通りこの フォーカス、まあ、焦点はね絞るというようなイメージなんです。で、やっぱりこう当然100点を取る試験ではないので、60点を取れればいいわけですね。だから40点は間違ってもいいわけです。そういう試験ですね。で、やはりこう資格の学校受験校というのは、先ほど冒頭申し上げたように、いかに最短距離で、いかに少ない努力で合格させるか。 それが受験校の価値だと思いますだからもうこれを全部1から10までやれば大丈夫ですよってそれそれだけやればそれは誰でも受かりますよとでも10やるのは大変ですとじゃあその中のこれだけやればいいですよと、まあ、まさにこのイメージですよね。一般的な学習スタイルはもう1から10までここだと16マスか,か1から16まで全部やればそれはいいですよと。でも レッ c ではその中でもこの4つに絞ってみたいなね例えばですこのテーマについては必ず毎年出題されているだからここをまずは徹底的にインプットしようということでそこにフォーカスしたま講座基本的なところを叩き込むというようなテキスト構成になってますはい。 ですからこれをやることによって少なくともまずは50点ねしっかりとベースを固めようと。でその後まあこの次に説明していくんですが追加をしていくというねカリキュラムになってます。ですのでまずこんなな分厚いいテキストは必要ないです。むしろシンプルに試験に出るものだけに絞り込んだコンパクトな学習ね 特に忙しい社会人の方にはおすすめのテキストになってます。まずこれが一つ目の特徴ということになります。二つ目の特徴、今こちらでご説明したように、フォーカスではまあベーシックレベルということでね基本的なまあ50点を目指しましょうと、しっかり基礎を完成させましょうと。でこのまあベーシックでフォーカスというテキストを使うんですが、 じゃあこれでまあ50点ほぼ50点ぐらいが完成されたらじゃあ60点以上を取っていくためにじゃあ上乗せしていく必要があるわけですね、まあ、その名も3ステップ学習ということで階段を上っていくようなイメージですご覧の通りベーシックステップアップアドバンスとそれぞれ講座に名称がついておりますベーシック講座ステップアップ講座アドバンス講座とで全てインプットとアウトプット インプットとアウトプットというふうにセットになってますのでねですからベーシックで基本的なこのフォーカスのテキストでインプットをしていただいた後により応用的な内容そして直前の難易度の高い内容について順を追って無理なくムラなく無駄なく学習できるというのがこの3ステップ学習の特徴になってますもちろん全てカリキュラムに含まれてます先ほどのですね こちらの図でいくと一時ベーシックの講座が最初にありましてその次にステップアップ講座そして最終的に仕上げのアドバンス講座というのがカリキュラムに盛り込まれておりますなので2020年来年の一次試験までにはもう合格力が身につくようなカリキュラムになっているというわけですねこの3ステップ学習っていうのが2つ目の特徴ということになります そして REC がですね誇る一番のまあ一押しポイントというのがこちら「1次・2次融合学習」ということで冒頭申し上げたようにまあ業界最速の2次スタートということで,ですねこれはなぜなのかというのを簡単にご説明したいと思います。2次試験というのは実は1次試験のすべてではないんですね。 一一次試験ののごくく部の科目と非常によくつながっていると具体的には企業経理論運営管理財務会計のこの3つの科目と2次試験は密接に絡んでいますですので当然カリキュラム上はですねこの企業経理論や運営管理財務会計といった2次試験に直結する科目を先に勉強するようになっているんですね。早めに 二次試験に関連する科目を勉強しそして早めに二次試験のカリキュラムをすることによってあ一次で足りなかったなとか一次を勉強することでより二次の理解が深まり二次を早めに触れることでまだまだ一次が足りなかったなってことに気が付くと要はいわゆるこれは相乗効果、まあ、シナジーというふうにね呼んでおりますけれどもシナジーを発揮させるようなカリキュラム。 になっております。まあ、ここではまあ融合学習などと書いてあります。けれども、まさにレック。ではこの1時と2時を融合させて、それぞれの得点力を高めるというようなカリキュラムになっています。なので、2020年の合格目標ということでですね今年2019年内に。 一次試験科目をしっかりと固めていただきで年明け2020年からは融合学習でシナジーを発揮させてさらに合格に近づいていくといったようなのが大きな大きな特徴とここがまさに二次試験に通らなければ診断士になれないというところなのでねぜひぜひ非判断基準にしていただきたいなと思います。 はい、まあ、それ以外の部分ではですね、まあ、私ども手前みそになりますけれども講師陣がですね各そそののの分野の専門家がれれぞれの科目担当とということになっていますなので、えー、学校によってはですね1人の講師がすべての7科目を担当したりだとかねそういうこともあるようなんですが、えー、それぞれやはり財務のスペシャリストだったり生産現場のスペシャリストだったり。 そういったそれぞれの分野ごとのスペシャリスト、ね、情報のスペシャリストだったり法律のレックですから法律のスペシャリストだったりそうした各分野の専門家がそれぞれの科目を担当しております、はい。なのでこれはもう自信を持って皆さんにお勧めできる各科目担当制ということになっております。それからフォロー制度なフォォロローー制制度度さままざなですねやははりレックは 中小企業診断士以外にもさまざまな講座を持っておりますのでやはりこう,もうそういったシステムハード面そして中身のコンテンツの作り方から何からですねソフト面を含めて非常にこう例えばいくつか例を挙げますと講師フレックス制ということで大体まあどの学校でも 例えばこの財務会計の講義は誰々先生がとかもしくは一人の先生がとかそういうのはあると思うんですただその先生との相性ってあるじゃないですかねただその先生と相性が悪,悪かった場合ずっとその講義はやっぱりなかなかこう頭にも入りにくいし勉強がなかなかうまく進まないとで実はレックでは同じ講座同じ科目をですね もう一人別の先生が担当するとと講師フレックス制だからある科目でこの先生にうまく合わないなと思ったらもう一人別の講師が同じ科目をやってるんですね、まあ、もちろん全ての科目ではなくある程度こう限定をしておりますけれども二次に直結する企業経理論や運営管理財務会計そして苦手な方が多いと言われる経済学経済政策これらをこうダブルで はい、複数の講師で、えー、やっておりますので自分に合った講師を選べるとなので通信の受講生にはこれは非常に好評いいただいてますあの通学の受験生でしたらいろんな講者乗り入れ制度がありますので、ね、生講義をいろんな講師で受ければいいわけなんですがただやはりなかなかこう通信で、ね、生で通えない方にとってはもう講師はもう1人で選べないと。 従来はそうでしたがレックの場合は複数の講師それだけ選択肢が増えますのでまた一人の講師でなかなかこうまあ相性はいいかもしれないんですけどもなかなかこう理解しづらいというか理解しづらいような分野がジャンルが出てきた時にじゃあ別の講師の説明を聞いてみようというような使い方もできますのでそういった意味ではこの講師フレックス性大変おすすめです。 それから当然じゃあ先ほど生講義と言いましたけれども生の受験生受講生にとってもこれ全てついてきます特別なあのコストは必要ありませんレックの場合はもう全ての受講生にこちらがついてきますでまあ通学もできますよとまあそういったイメージなんですねだから通学は通学通信は通信といった分け方ではありませんもう全てのの受講生にこの えこうウェブと講義が受けられるようになってます。もう標準装備ということですね。なのであくまでもま通学がオプションみたいなイメージですかね。ですから通学通える人はぜひ通ってほしい。生,生のね、えー、やはりこうリアルタイム性というのは大事ですが、ただえそういう方であってもお家に帰って復習するときにこういったあのウェブ講義ご覧いただけますのでね非常にこう。 おお得とというかですねもう超おすすね超めと言えると思いますまた質問をできるね教えてチューターという制度であったりだとかあとはこれもあの今もう皆さんスマホをお持ちの方ほとんどだと思いますスマホでですね過去問題集を見たりだとかあとポチモンって一問一答みたいな丸ツみたいなねこういったあのコンテンツもありますので。 こういったものでポチポチ電車の移動時間とかね通勤時間などにポチポチやってもらうポチモンとこういったようなものも、まあ、一つ、ね、フォロー制度の中に含まれておりますので、まあ、ぜひぜひ、えー、講座を、ね、ご検討する際にはあの参考にしていただければなと。ただい、まあ、いろいろこう、まあ、レックとしてもさままざな こうハードソフトこういったものありますけれども結局何だかんだ言ってあの大事なのはまず一日でも早く始めること一、はい、日でも早ければ早いほどその分合格可能性は高まります。でもう一つ、えー、資格の勉強というのはやはり最後は自分ですよね。自分との戦いだから どんな受,講受験校に通ったとしてもやっぱり勉強すするのは自分ですからねだから受受験校にただ漫然と通ってれば受かるる合格できるそんなもんでではないですないすのでねあのどの受験校に通ってもいいですけどっていうとまた怒られるけれどももうぶっちゃけどの受験校でもいいんだけどただ自分が最終的にはしっかりコミットしなければ合格できないのでねなので我々レック講師陣としてはこれだけさまざまな テキキストだだっっったたりりカリキュラムだったり自信を持っておすすめしますそしてやる気を持ってコミットしていただければ全力で皆さんをね合格までサポートいたしますので是非、まあまあ、迷ったらもうレック是非、えーまあ、私もあの1時2時で講座持ってますので是非私の講義を聞きに来てほしいなとまたあの画面を通してね私の講座を受けてほしいなと思いますのであの本当に もうこの中小企業診断士という、ね、資格は人生を変えるインパクトを持っていますのでぜひ皆さんもこの資格を早く手にして皆さんの人生をより良いものに変えてほしいなと思っています、はい。というわけで、えー、まあ簡単ではありますけれども、ね、2020年合格目標中小企業診断士の講座のガイダンスはここまでにしたいと思います。一刻も早くく皆ささんおお申しし込みくださいでででは、えー、これれ終わりますお疲れ様でした